腰が抜けてやがる。ただの猫だましだよバーガー。何もしてないのに勝手に倒れてダッセーな。お前なんか這いつくばってんのがお似合いだ。グラタもお前もせいぜい這いずり回っとけ。虫けらみたいだおい、誰かいるのか。何してる。ムーゲン先生だ。ちっ、面倒なやつか。いいか、覚えとけよ、ビビリフルだ。俺はイライラしてるんだ。あまり機嫌を損ねるんじゃねえぞ。はい、軽い擦り傷だし、これで大丈夫だと思う。ありがとう、ランド君。手当てうまいんだね。昔走り回って怪我ばっかりしてる子がいてね、それで覚えたんだ。何のことだかね。ごめんね、助けてもらって手当てまで。助けてなんか俺は何もできなかった。震えてただけだよ。うん、僕だってあの状況なら同じだったと思う。僕たちビビリ仲間だね。そうだね。あ、間に合わなかった。いいじゃん、この島唯一の電車が通るなんて貴重な体験だよ。全然嬉しくないよ。2両編成の電車がのんびりと通り過ぎていく。この島、由良島では電車の速度も時間の流れも東京に比べて随分と遅く感じる。そんなことを考えていたら、秋が俺をじっと見つめていた。え？あ、ランドウ君偉かったぞ。あ、秋に背中を叩かれ。ちょっと、こんなことで驚かないでよ。ごめん。さっきキラ君を止めようとしてたでしょ。怖くて震えてただけだよ。何もできなかった。うん、怖かったよね。でもそれってランドウ君が立ち向かおうとしたからでしょ。あ、逃げちゃえば怖いことなんてないもんね。だから偉いぞ。少なくとも自分の心からは逃げなかったんだよ。いいって、もう恥ずかしいな。ほら行こう。この音、ランドウ君目が覚めた。これはそうだ、またこの夢だ。襲われる夢。
けど、襲われる夢じゃない。これは團藤君が戦う夢。覚えておいて。夢の反対が現実とは限らない。逆も同じだよ。来るよ。これでどうだ。はっ、やった、勝った。はあ、なんとかなったね。これでどうだ。そこだ。はっ、やった、勝った。はあ、なんとかなったね。